2011年の南部スーダン独立住民投票は2011年1月9日から15日に実施されたスーダンからの南スーダン分離独立の是非を問う住民投票である。同年2月7日に最終結果が公表され独立を求める票が圧倒的多数を占めた。これを受けて7月9日には南スーダンが アフリカでは54番画目の独立国家として誕生した。アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュ大統領が主導した2005年の包括は併合意に基づき、住民投票が2011年1月9日から15日の1週間に実施された。投票終了後各地の開票所で集計され、ハルツームに集約された。 公表された全地域の開票結果は、独立98.8%、統一維持1.1%。最終結果発表は2月7日に行われ、有効投票の98.83%が、独立賛成と発表された。これを受けて、北部スーダンのオマルアルバシール大統領が、南部の意思を尊重する声明を発表し、正式に、 同地域の独立が確定した。アフリカ大陸の独立国家誕生としては、1993年のエリトリア以来18年ぶりとなった。また、アフリカの歴史では初めて、植民地支配の時代に惹かれた国境線以外の国境線、つまり、アフリカの住民同士が決める国境線が誕生した。アメリカ合衆国連邦政府も全面支援しており、 新米国家になる見通し。投票用紙。左は分離独立支持右は統一維持支持仮に独立が認められても問題は山積みである。南北境界上にあるアビエーは、現在も帰属先未解決の地域である。2011年の独立をめぐる住民投票と同じ日に、帰属先を決める住民投票も行われる予定だったが、 有権者資格を誰に与えるかで双方が合意できず、同時開催は見送られた。油田は南部地区に集中しているが、パイプラインなどの輸出設備は北部にしかない。南北領民にとって石油収入は生命線であり、これらの交渉は数ヶ月間行き詰まっている。国の機関や公共施設の多くは北部に集中しており、南部には ナイル側にかかる橋が一本だけしかなく、電気水道もままならないなど不安が残る。アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領は、投票終了後の課題の解決に、全面的に関与するとの意向を発表した。また、オバマ大統領は1月8日付の機構では、スーダン指導部が投票結果を順守すれば、経済制裁解除やテロ支援国家指定の解除と呼びかけた。 投票所に並ぶ有権者。2011年1月9日、ジュバ。多くの南部出身者は独立を望んでいるが、一部には統一を望む声も根強い。南部独立が成立した場合、バシール大統領は憲法を改正し、イスラム法をより強化することを表明している。北部にも、キリスト教の南部出身者は数多く生活しており、 今後の非イスラム教徒や恩恵ハイスラム教徒にも懸念が広がっている。南部にもイスラム教徒の黒人が15から20%ほど住んでいるとされ、首都、ジュバにはモスクが13カ所ある。イスラム法で優遇されているはずのイスラム教徒の黒人の中には黒人という理由で北部住民から差別されたという人もおり、一部にはスーダン人民解放軍に参加したり、 今回の住民投票に独立支持を投じた人もいた。しかしながら北部の圧政を受けた南部住民からは彼らを手下と思っている人たちも少なくない。国際連合はアメリカの俳優ジョージ・クルーニーが率いる団体らと共同で人工衛星からスーダン情勢を監視するプロジェクトを開始した。日本からは 津谷田綾子予備時に陸相ら投票監視団を派遣する。他にも欧米や中東、ロシア、中国など計1200人以上の監視団が現地にしている。ジミー・カーター元大統領も参加活動を行っている。ありがとうございます。